酔っ払いの映画紹介第2回シネマリバールへようこそ。桜井真理です。秋も深まってまいりました。というよりもう冬ですね。今回ご紹介する映画は思春期、現代はティラノサウルスです。全く雰囲気の違うタイトルですね。東京目白にナスビという古いバーがあります。不定期水曜日にイベントのマダムを私がやってます。で、ナスビの店主の千秋さんが第1回のドクロ城の7人の紹介を見て、なんか読んでるでしょ、自分の言葉で語らなきゃとか、役者が昼夜舞台をやるのがすごいなんて言っちゃダメだ、そんなことは当たり前じゃないかと、ダメ出しをいただきました。ありがとうございます。でも、もともと川崎 FM の岡村陽一のシネマストリートに出演することになったのも、朗読とかナレーションとか、まあ、人前であわあわしないで喋れるようになりたいという私の小さな願望が始まりでした。なのでフリートークではない人の書いた文章を読むことも大事だと思ってます。というわけで、思春期の物語を読みます。ジョセフは失業中の男やもめで飲んだくれ、切れやすい上に怒りの感情を抑えられず、酒を飲んでは周囲に因縁をつけて大暴れを繰り返す。自分ではどうにもならない衝動的な怒りと暴力、そんな日々に精神が消耗し、彼はもはや自己崩壊寸前に追い込まれていた。ある日、いつものようにいざこざを起こし、失意のどん底で駆け込んだチャリティーショップ。ジョセフはその店で働く女性ハンナと出会う。明るく聡明な彼女の存在は自暴自棄なジョセフを癒し、やがて心を打ち解かしていく。しかしハンナもまた人知れずある闇を抱えていた。それは二人の人生に衝撃をもたらす事件へと発展するというものなんですけれども、岡村陽一のシネマストリートマリバーヌコーナーでイギリス映画について語ったことがあります。派手で分かりやすい、いわゆるハリウッド映画とは違う、人間を深く描いている、アメリカンドリームなんてないんだけれど、でも人はいろんなものを抱えてつながって生きているというイギリス映画が好きだという話をしました。思春期はまさにそんな映画です。脚本監督は俳優として知られているパディ・コンシダイン。本作が長編デビュー作になります。憧れの監督はケン・ローチとのことで、まさにという感じです。主人公のジョセフを演じるピーター・ミュランもまた、マグダレンの祈りという素晴らしい映画の監督脚本を務めたキャリアの持ち主で、まあ、人生の秋を迎えた人の役をやってるんですけれども、そのキャリア的にはなんか祈りに乗ってるっていう感じの人です。で、映画の冒頭、ジョセフは犬を殺します。わざとではないんですけれども、自分の可愛がっていた飼い犬を蹴り殺してしまうんですね。イギリス人というのは非常に犬好きです。で、このシーンでほとんどのイギリス人はこの男許せんとなるのではと思うんですね。そんな人物が慈善活動家の優しい女性に出会ってどのように変わるのかというストーリーの引っ張り込み方が見事で、なおかつ彼女によって彼はこう変わりましたみたいな、こうよくあるハートウォーミングストーリーじゃないところが私はたまらなく好きでした。大人の映画だと思います。パンフレットに漫画家で映画監督も女優もこなす内田春菊さんがコンシダイン監督に祝福をという文章を書いています。これも読みます。なんとティラノサウルスです。私の育ての父はジョセフのようにカッとなると怒りに任せた暴力を振るう男で、私も母もしこたま殴られていたのですが、彼は母を豚と呼んでいたのです。こういうタイプに共通するセンスなどでしょうか。他にも暴力こそ振るわないが、似たタイプのある男性は自分の妻をおばさんと呼び、
妻には自分を社長と呼ばせていました。思うに彼らは自分は小さな男の子のつもりでいるのです。毎日鏡を見てはいても、そこにいるだけで女子どもが脅威を感じる、ハゲでしわくちゃの頑固じじいになったことを認めていないのです。かっこジョセフはイケメンですけど、2歳児3歳児がおもちゃを投げて癇癪を起こすのと同じことを、でかくて力もある年老いた体でやってしまう。かっこご近所の若いヤンキー愛人よりもジョセフはマッチョですが、周りはものすごく迷惑です。監督の父親がモデルと聞いただけでもう気の毒で気の毒で仕方がない。愛する母親を恐竜の名で呼ばれ、気に障れば家族全員が殴られ、大事にしていたものは壊され、どんな悲惨な少年時代だったことでしょう。かっこ少なくとも私はそうでした。私がこの人物を使って映画を撮るなら、このキャラをゾンビやエイリアンなどになるべく残酷なシチュエーションで真っ先に食ってもらうに違いないところ、さっさと肉片にしちゃって次のシーン行こうみたいなことを考えそうです。ですがコンシダイン監督はジョセフに救済の手を差し伸べるのです。みんなに嫌われて寂しく人生を終えて当然なキャラだっていうのにです。まずハンナに乗り移って心から祈りを捧げます。そして一度はひどいことを言われる。この取り返しのつかないくらいひどいことを言ってんのに許してくれる人ってものすごいですよね。私なら許せません。あの店やめて、布団をかぶって泣きます。しかし監督は時間をかけて豊かで幸せに見えるハンナの方も悲しみを抱えていることを教えていきます。我慢強い。ついにジョセフは彼女をかくまってやり、君は美しいと言い、妻をティラノサウルスと呼んでいた。ひどいだろと妻にも懺悔するのです。ネタバレになりますので、ここから先は割愛しますが、最後の自分は悲惨な多分少年時代のオチをつけるために父親に憎しみでなく愛で向かい合い、力作に仕上げたコンシダイン監督、この作品の成功を心からお喜び申し上げます。内田春菊。しみる文章です。今年の夏に内田春菊さんのトークを聞きに行ってお話もさせていただいたのですが、ご自身の監督作品も控えているとのことで、そちらも楽しみです。さて、私はこの映画を見た日が友人の誕生日のお祝いでしたので、東銀座のバーアフーネに向かいました。アフーネはエスニックフードを得意とするダイニングバーで、バリの三つ星レストラン出身のシェフゴフールさんのお料理が美味しい、お酒も音楽も楽しめる店です。老舗の串揚げ屋さん銀座磯村と隣というかつながっていて、串揚げを注文することもできます。映画思春期は全国順次公開中で、東京では12月22日から来月1月4日まで渋谷アップリンクにて上映されます。それではおやすみなさい。